今日は100均の釣り具でカサゴ釣りに挑戦していきます。まずはリールのハンドルから固定していきます。この部分ですね、この部分を回していきます。はい、そしたらこの竿キャップはなくさないように大事に保管しておきましょう。次にリールのこのベール銀色の部分を開けて、このストッパーに引っかかったところを外してですね、必ず今外したこの状態、フリーの状態からガイドに移していきます。このようにまっすぐガイドに通っているか、ガイドの周りを一周してしまうと投げた時やリールをこのように巻く時に巻きづらく、また仕掛けごと切れてしまう可能性があるので、必ず最初の段階でこのガイドの部分はしっかり確認をしましょう。こちらのメバルカサゴ胴付き仕掛けというのは割と、どこのダイソーにも置いてあるイメージだったので、こちらを使っていくといいと思います。もしこちらの胴付き仕掛けを使う場合は、このナス型おもり、サイズ5巣は4号ですけれども、他にも種類はあります。まあおそらくこの4号で大丈夫だと思いますので、こちらを、購入するようにしましょう。またその際に、スーパーとかで買った魚を餌にする場合は別ですが、そういった餌を持ち合わせてないよ、あるいは、まあ、そういう生餌を使いたくない、手を汚したくないよという方は、このピンテールワームが2種類、白と、まあ、蛍光色ですね、同じように白とピンクが売ってますので、こちらを使っていけばいいと思います。今日は念のため、一応こちらのこちらでしたね、こちらのサバを持ってきたので、念のためこちらも一緒に持っていきたいと思います。こちらのブラクリです。場所によってダイソーでもこのブラクリがある場所とない場所があります。またこちらのサイズも2号3号と割とバリエーションも豊富なので、もし近くのダイソーにある方はこちらのブラクリを使ってください。ではまずはじめにこちらの胴付き仕掛けを作っていきたいと思います。そしたらこの1番というところから剥がしていきます。終わりました。裏の説明書通りこちらを道糸と一番先端に重りをつけていきます。
そうしましたら、こちらの竿のガイドの先端からこのリールのベールを外し、まっすぐ伸ばしていきます。はい、そうしたらこちらのベールを戻します。で、必ず、竿を寝かせる場合はこちらのリールのハンドルとベールのこの位置が傷ついてしまうとライン切れが起きてしまう可能性があるので、極力この状態でハンドルとこのベールが、ないところですね、寝かせるように、このように、竿を寝かせるといいと思います。最後に餌をつけていきます。まずはじめにヴィンテルは生餌じゃない方からつけていって、実際にまあ当たりがあるか確認しながら、状況によっては、生餌、今回はサバですね、に変えていきたいと思います。せっかく針が2本ついているので別の種類で2個に分けてつけてみたいと思います。針の付け方としては、このように針がありまして、まずワームの先端から約この長さ、ここから僕が今左手で持っているこの長さぐらいまでのところを大体でいいので、覚えておきながら針に刺していくんですけれども、まあ、このぐらいですかね、このぐらいが大体ここからここまでの長さだなっていうところでお腹出してもらって、でまっすぐこのワームがなるように、ちょっと長すぎちゃいましたね、このように大体まっすぐになるようにワームをつけます。移動していきたいと思います。で、今回は、テトラポッドで穴釣りに挑戦しますが、堤防とか、堤防の本当に際のところでも穴釣りは全然できますので、初心者の方はまずそちらから始めた方がいいかもしれませんね。で、堤防でもテトラポッドでも、必ずフローティングベスト、今回ですと僕が今つけてるこのお腹周りにつけるものとかベストのもの、いろいろ売ってますので、こちらを必ず着用して、釣りに行ってみてほしいと思います。で、まずはじめに穴釣りのコツとしては、正直、穴の深さは関係ないことはないんですけども、状況によっては浅瀬、それこそ本当に30センチから50センチほどの浅瀬でも釣ることはできます。まずはじめは、根がかりしない程度に深い場所を探せるようにちょっと実践していきたいと思います。ではご覧ください。まずこのようにここかなっていう穴を見つけた時に竿を、このように、でこのリールのベルを起こします。で、糸を解放していきますね。で、ゆっくりでいいです。で、まだテンションがかかっている竿先に、竿先が落ちている状態はまだ底についてない状態です。これをゆっくり糸を解放していくと下に落ちました。で、ピンと張ると確かに重いなっていう状況なんですけど、これがこうなってしまう、まあいわゆる重りが底についていると全く糸に張りがなくなってしまうので、当たりがあってもなかなか取りづらくなっちゃいます。なので、まあ、少し底についたら若干でいいので浮かせるようにしておくと当たりが取りやすくなるので、まあ、必ずこのように若干ですけど、まあ、そこから浮かして餌を食べる瞬間を待つ
名前差をつけずに、まあ、こういったワームであったりとかルアーをつける場合は、まあ、少しあまり頻繁でなくてもいいので、こういった形でアクションをつけてあげるといいです。仕掛けを落とす際は必ずこのリールの部分に指を当ててサミングっていうんですけども、そこにつきすぎてしまって根がかりの原因になるので、そこにつく瞬間まで分かるように指で押さえながら仕掛けを落としておくと根がかりを防止する一つの方法になります。穴釣りは基本的には移動する釣りです。一箇所で釣れた場合に同じ穴にカサゴがよくいるっていうふうに言われるんですけど、もしいない場合は、まあ、餌を変えてみる、まあ、あるいは落としている棚というのがその仕掛けがある深さですね、その棚の深さを変えてみる、そこから少し上げたところではなくて表層に上げてみたりとか、逆に表層だった場合はそこの方に落としてみる。でそれ以外はやはり、まあ、場所的にもなかなかいないよっていうところもありますので、そのような時には場所を移動し新しい穴を探していく、それが、カサゴ釣りの、まあ、こういったブラトリというか底物を狙う時の、ポイントになると思います。当たってます。当たりました。当たりました。どうやら根に入られちゃったかもしれない。釣れました。この100均の餌、100均の仕掛けでカサゴが釣れました。はい、この子にはちょっと違う穴に変えてもらいましょう。これでね、よっ、今日みたいなこういう波も風もあまりない状況だと釣りはしやすいんですけれども、海の中はその潮が動いてない場合だとなかなかやはり、まあ、餌と、まあ、本物の魚であったりとか、まあ、エビであったりとか見切られる可能性が非常に高いので一工夫が必要になってきます。例えばちょっとアクションの数を増やしてみたりとか、そのバリエーションを、まあ、大きく動かすときと小さく動かすときで、ちょっと分けてみるとか、いろんな形を試してみると魚が釣れる一つの手段になると思います。この100均の1メーター80センチの竿ですが、まあ、場所によってはこういったちょっと遠くのところに仕掛けを落としたいよっていう時に、まあ、かなり重宝ができるんですけども、逆にこういう近場のすぐ下の穴とかに落としたいよっていう時には、まあ、立ち位置があれば問題はないんですけど、すぐに、まあ、この場所からここの下のすぐとそこのところに落としたいよっていう時にはちょっと不利かもしれませんね。活性が低いようなので名前差に変えてみます。一度使ったワームは使えないわけじゃないんですけど、まあ、傷がついていたりとか握られたりしてる場合にはもう捨ててしまうしかないので、とりあえずこれらは綺麗な状態なので保管しておきます。それではこの特大のサバをつけていきます。
こら辺の身はですね、ちょっと巻き餌に使っていくので、ひもじゃ剥がしておきましょう。この針は少し小さいので一度身を通すだけで大丈夫なんですけど、もう少し針が大きい場合はここからこのように回転させて、まあ返し縫いというか、こんな感じですね。残念、外れちゃいました。いい当たりだったんですけどね。当たってます。当たった、釣れた、やった、カサゴちゃんゲットです。しっかりフッキングしてますね。ほら見えるかな、こっちだね。ただ針が小さめなのでペンチとかがあった方がいいかもしれないです。今少し活性が高いので100均のこのピンテルワームをつけてみようと思います。ブラクリに100均のワームをつけて1回落としてみますね。そこにつきました。少し誘いを入れてみます。渋いですね。ありがとう、かさこちゃん。はい、はい、今回はこの100均の1000円するロッドとこのかさごの胴付き仕掛け、あと今ちょっともうロスしちゃってないんですけど、重り4号の重りとこういったワーム類、あとは生餌サバを使ってカサゴ釣りをしてきました。実際にこの竿に関しては遜色ないです。ただ 1.8 メートルあるのでちょっとまあ近場の本当にあのテトラの真下のポイントに落としたい時とかはちょっとやりづらいかなと思ったんですけど、逆に当たりを取れるほどちゃんと敏感になってますし、
あとリールや、まあドラグの設定とか、特にまあブラックリー、こういったカサゴの釣り方で必要にはなってこないと思いますけど、特に問題はないと思います。そしてこのメバルカサゴ胴付き仕掛けなんですけど、特に波がないとか潮が動いてない状況ですと、まあ、こういった風にあの道糸から重りまでの間に約10センチぐらいのあのハリスが出ていて、でそこにこの小さな針がついてて、基本的には漂う形でアクションをつければ餌が動く、まあ、こういったワームもそうなんですけど、そういった場所、まあ、そういったロケーション環境とかであればこの、釣り方で問題はないと思います。ただ一個デメリットを挙げるとすると、針が比較的小さいのでカサゴがかかった瞬間にしっかり竿で合わせるようにしないと餌と針がまあ飲み込まれてしまって、釣れるタイミングとかであると針外しに時間かかって、時間のまあロスにつながってしまうので、まあ、しっかりあのかかった瞬間、当たりがあった瞬間にしっかりあの竿を立てて当たりを取れれば、フッキングできればあのこの仕掛けで全然問題はないです。でワーム類、一応全種類、ケイムラ以外は使ったんで、こちらですね、こちら以外は使ったんですけど、食いがいい時はですね、当たることは当たります。ただやっぱ生餌と比べるとどうしてもあの渋い釣りになってしまいますね。でかつこの仕掛けはこの胴付き仕掛けじゃないとなかなか難しいかもしれないです。このブラクリを使うとワームが動かさない限りはこういう風に海底にまあ尻尾が浮くような状態で、あまりこう水平が維持できない。そうするとやっぱ魚にも見切られてしまって、あのブラクリにつけた時のワームは当たりはほぼほぼなかったです。はい、なので、このワームを使う際は胴付きの仕掛けに、つける方が、こういった10センチほどのハリスでもこうアクションをつけていくと、まあ、動きもしっかり魚っぽくできますし、かつ割と水平を維持できてたかなっていう風に海面で見た時にそういう風に思いました。でブラクリ罠ですけど、まあ、この1000円で買うロッドに対しては少し重量が足りなかったかなっていう感じです。本来であれば、まあ、サイズ2号、3号、4号、まあ、3号から4号ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。でかつ針も少し小さめなので、こちらもまあこの胴付き仕掛けよりは若干でかいんですけど、基本的にはカッターフッキングはしっかりさせないと飲み込まれちゃう可能性は十分にあります。ただ釣り具屋さんで売っているブラクリに、まあ、遜色ない、本当にもう申し分ないぐらいのしっかりした作りなので、まあ、針の伸びとかもないですし、まあ、ブラクリがまあ岩とか障害物に当たれば塗装は剥がれてはしまうんですけど、それはおそらく釣り具屋さんのものも一緒だと思うので、まあ十分にこれもブラクリで釣りは楽しめると思います。はい、で以前作ったサバの切り身で今回は釣りをしてみたんですけど、やっぱりワームももちろん手が汚れないですし、餌持ちもいいというか、まあフグとかにこう切られない限りはそのままつけっぱなしで使えるっていう、まあ、容量の良さはすごいあるんですけど、やっぱ食いは全然生餌の方がいいと思いました。特にまあ今回はサバですけど、まあ、また違う餌、まあ、サンマだったりとかイワシだったりとか、まあ、アジとかはあんまりこう食いが良くないんですけど、いろんな餌でちょっと今回もまたやらせてもらえたらなと思いましたけど、まあ、次回ですね、また挑戦してみたいと思います。はい、では今回は、100円均一、まあ、ダイソーで揃えた、まあ、こういった竿とリールセットと、まあ、ブラクリ、胴付き仕掛け、ピンテルワーム、この4種類ですねと、ちょっと今はないんですけど、重りの4号を、買って、カサゴ釣りをしてきたという動画になります。はい、ぜひ皆様の参考になればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。